サンスポーツバット競馬をご覧の皆さん、こんにちは。大阪サンケイスポーツの増本隆一郎です、今回の動画はサンスポーツバット競馬とスパイア競馬チャンネルの総合コラボ第2弾となっています、今回スパイア競馬チャンネルから出演するのは前回に引き続き、スパイア競馬編集部員の山さんです。サンスポーツバット競馬をご覧の皆さん、お久しぶりです。スパイア競馬チャンネルに出演している編集部員の山です。まあ、前回ね、私が出た時に私がサンスポーツバット競馬の方でもですね、MC をやってて、なんでお前がやってんねんっていう、ね、コメントが。あ、見ました。そのコメント見ました。拝見しました。っていうことそれで多分、僕なんだろうなっていうふうに思いました。はい、今回、MC 連れてきましたって言われたので。いやー、お MC かな。ですけど、まあ、不慣れながらやらせていただきます。はい、まずは山さんがどういった方なのかっていうところを簡単に紹介させていただきます。山川、周平さんは、株式会社グラッドキューブテクノロジー事業部の編集記者をされており、YouTube チャンネルのスパイア競馬チャンネルに出演されています。競馬を見始めたのは1997年の天皇賞秋から、当時小学生ながらエアグルーヴの勝利を見て競馬にハマったとのことです。スパイア競馬チャンネル初出演は2020年の菊花賞。この時は1着タイトルホルダーから4着ステラベローチェまで印を順番通りに的中させました。現在はスパイア競馬チャンネルで AI 機能などを使い毎週予想を披露されています。へぇー。なんで、ね、菊花賞。お見事ですね。菊花賞ご縁があるんですね。そうなんです。実はというか、私もこの時チャンネル自体は初出演だったんですけど、はい、その時当時というか、まあ、代表取締役と出てまして、へ、初出演だったんで、はい、もうガチガチに緊張して、もう何喋ってるか覚えてないぐらい緊張して、私の動画出演の中でピークでしょ、これ。はい、一番最初に迎えてしまったの。一番最初に、1着から4着まで印通り当てて、まあ、馬券も結構美味しかったんですけど、なんで、菊花賞ですよね。はい、僕、この時ね、競馬記者1年目で、はい、ちょうど僕、菊花賞のヒーロー原稿を担当したのこれ、僕、多分一番初めてだと思います。ああ、なるほど、ね。難しかったなっていう。デスクに怒れたなって。この時はね、もう本当に、まあ、ステラベローチェがね、おそらく人気になってたと思うんですけど、まあ、ちょっとデータ的にね、良くないっていうのがあったので、タイトルホルダーから行って、まあ、自分が一番驚いたんですけどね、印通りに決まって。はい、かなり絞って買ってたので、はい、美味しいお目させてもらって、でもそのままね、フェードアウトしようと思ったんです。その時代打出演だったんで、あ、代打だったんですか。はい、初出演が代打だったんで、もうこのままと思ったら、はい、レギュラー定着、はい、出てねっていう話になって、はい、そこからまあいろいろああだこうだ言われながら今やってますということで、はい、まあ、よろしくお願いします。そしてもう一方、有感富士の水谷記者にもお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先輩、自己紹介の方。有感富士の水谷です。増本記者より38歳先輩になりますけど、うん、まあいつもちょっとね、立冬とかではいじられてるんで、うん、今日も前編そういう感じで、いつもの感じでタメ口で結構です。可愛い可愛いお父さんの感じですよね。まあ親父より年上なんですけどね。ほんとね、でも僕がフランクに接してもほんと優しく返してくれる、ほんと気さくな先輩で、僕もねほんとね楽しくいつもやらせてもらってます。先輩、この時の菊花賞どうでしたか。この時3着のね、ディバインラブを本命にしてて、うん、まあこのまま牝馬ですよね。はい、まあ近代競馬で菊花賞で牝馬が勝つなんていうのは、そういうことはありえないというねことかもしれませんけど、この時もあまりレベルがね高くないんじゃないかと思って、この馬にね本命にしたんですけど、3コーナーでねちょっと動いてきた時に、あ、当たったなって思ったんですけど、やっぱりちょっと最後の最後にやられてしまって、めちゃくちゃ落胆してました。競馬場のスタンドの記者席の、馬連派なんで、馬連派ですからね、ワイドとか三連服とか買わないんで、はい、3は外れですよね。3は外れなんですよ。厳しいな。僕は当たりにしますけどね。僕は個人的には20丸が3着までいけば、そんな器用なことできる。いや、僕はもうあらゆるパターンを想定して買います。すごいなんかね、もう今風ですよね。ハイブリッド的なね。はい。ハイブリッド的に。いや、それこそね、AI じゃないですけど、僕、いつも、配当計算させて買ってます。うまく儲かるように、何百円、何千円、何千円、みたいなね。あれ。そう、されてますか？いや、全くしてない。そう流し、おじさんで、ございますから。でも、配当の
つくやつをたくさん買うっていう。なるほど。逆を言ってますね。水谷記者はね、そもそも大穴党ですから、うん、来れば大当たりやん、ね、来なければもう来なければ終わりと、はい、終わり静かにしてある人は、はい、終わりで反省はしないです。反省はしても仕方がないんで、はい、もう自分がね作った予想なので、はい、うん、反省なんかはしてないです。その後でもレース見返してなんか思ったりはしないんですか？あ、ただね、それしないんですよ。うん、そうなんですか？あの僕らの場合、あの仕事が終わったら次の日の登録場、うん、あ、次の週の登録場とか出るじゃないですか。はい、だからもうその晩に飲みに行ったりしても、はい、次の週の話するんですよ。うん、なるほど。この週の話は、うん、まあちょっと最初の5分か10分ぐらいして、はいはい、あとはもう次の、あの、今週も菊花賞が終わって、例えばまあ飲みに行くとしたら、はい、あの菊花賞どうやったいうのはちょっとだけやって、はい、来週の天皇賞の話をいいとすると、うん、引きずらなくていいですね。もうすぐやって、意外と引きずらないです。引きずる暇がないないですね。方が正しい。記者の方はね、だから早いの記者なんかはね、もう日曜日の晩に入ってるんで、もうそれこそね、もう先を見据えてというかね、そうそう、うんとね、我々記者はね、あの、その切り替え上手だと思いますよね。それは、ね、無責任ではあるし、そのあたりは本当に申し訳ないなとは思うんですが、次にレースがやってくるという点では、本当ね、本当競馬って休みないじゃないですか。うん、あ、今終わった後でホープフルやってきて、ね、終わった後で金牌やってくるんで、はい、はい、休みないというところでは本当ね、切り替え上手 で、 そうです、前向きな我々でございます。今回の動画では山さんにスパイア競馬が誇る AI を駆使した菊花賞予想を発表していただきます。改めて今回はよろしくお願いします。お願いします、はい。今回の AI 予想ということなんですが、まずはですね、あのスパイアが誇る AI 予想家の中で代表格ともいえるあの海馬の予想印を、まあ、紹介してですね、またもう一つですね、あの近日リリース予定の、まあ、新コンテンツ、まあ、タイム評価というものを駆使して、私山がですね、あの印と今回解明をね、発表したいというふうに思います。まあお二方ね、おそらくあんまり馴染みないと思いますんで、いきなりね、この海馬の印って言われてもね、もう何ぞやということだと思いますので、まずはね、海馬というものがどういったものか紹介したいというふうに思います。海馬というのはですね、スパイア競馬の中であの元祖にして、あの王道、まあ、多彩なファクターをバランスよく利用して公開手術を目指すスタンダードタイプというふうになっています。スパイア競馬の海馬以外にもいろんなあの AI 予想家がいるんです、まあ、コース適正だったりとか血統重視であったりとか、はい、いろいろこう重視するものが違うんですが、うん、まあ、その中であの海馬をオーソドックスに予想する AI というふうになっています。スパイア競馬がいろいろこう各 AI 予想家の印の的中率などこう条件書いて調べられるんですが、まあ、今回ちょっと京都芝の 2400m で調べてきました。ちょっとあの 3000m 以上にするとあのレース数が全然ないん で、 うん、そうですね、ちょっと参考にならない、はい、ので今回は京都芝 2400m 以上の、まあ、22レースの成績なんですが、この海馬の本命印ですね、22レース中、まあ、15レースで本命馬が3着以内に来ているということで、うん、勝率が 36.4%、 連帯率が 63.6%、 苦勝率が 68.2% になってますので、うん、すごいですねこれ、まあ、本命馬は結構ね、あの軸に最適な今回 AI というふうに7割方来ているんですよね、はい、こうやっていろいろ条件絞ると結構高いやつとか出てきますので、まあ、それの中でもね、この結構成績今回優秀なのでね、こうぜひね、うん、皆さんにね発表したいというふうに思います。それではね、まずあの海馬の印、あの一覧ね発表したいというふうに思います。印こうなります。海馬ね、本命アーバンシック、2番手ヘデントール、まあ、3番手以下ピースワンデュック、アスクカムオンモア、アドマヤテラで、今回ねあの本命あのアーバンシックの、まあ、根拠ですね、はい、根拠を発表したいというふうに思います、うん、まあ、まず一つ目はですね、あの、うん、菊花賞は皐月賞構想組が活躍していると、うんうん、まあ、これデータ的にはなるんですが、まあ、これ過去10年に限るとやはりですね、皐月賞5着以内の馬が構想傾向にあるんですよね、うんうん、まあ、皐月賞の着順別成績過去10年のものを見るとですね、皐月賞で5着以内だった馬が5、3、4、12、
勝率が 20.8%、連帯率 33.3%、負勝率が 50%、単服回収率も 100% を超えています。これかなり信頼度高い数字ですね。まあ、ダービーでね、負けてっていうこともあると思うんですけど、うん、はい。皐月賞の中山の2000m っていうのが、結構ペースが厳しくなりますよね。スローペースにはほぼならないんで、やっぱりそういう激流っていうかをかいくぐってきた馬は我慢強いところがあるんで、長距離もこなせるのかなというのは、あの昭和の時から結構皐月賞とね、菊花賞の二冠馬っていうのが多かったですから、それをね、あの示すように、皐月賞の6着以下だった馬がですね、01138で1回も勝ってませんし、副賞回収率も 18% しかありませんので、まあ、データ的にはね、こうかなりやっぱり皐月賞の結果のリンクが大きいというデータになっています。で、これさらにね、データ掛け合わせていくとですね、皐月賞で5着以内 で, なおでダービーで6着以下に敗れていた馬ですね、はい、そして前走がセントライト記念だった馬が211、ちょっとねサンプルは少ないんですが、勝率 33.3%、 連帯率 50%、 副賞率が 66.7% で、今単勝回収率がね 300% 超えていて、副賞回収率も約、ね、300% ありますので、うん、はい、かなりねこうデータ的にはね、うん、あのアーバンシックいいデータに該当しています。すごいですね、本当ね、信頼しかないじゃないですかこんな買うしかなくないですか。いや、このデータすごい、いや、面白い。理にかなってるんかなって思いますけど、ね。いや、あの、どうですか、これ、ダービー負けた馬っていうのがこれポイントなんですか、これ。これね、ダービーね、負けた馬っていうのは結構菊花賞で、はい、確かね、サトノルークスもダービーで、負けた組で、はい、僕一番覚えてるのがね、フローテーションっていうのが2着に来たんですけど、はいはい、これも、ダービーでドカドカに負けたんですけど、菊花賞でなんか2着に潜り込んできたんですよ、はい、追い切りもめちゃくちゃ悪かったんですよ。だからあの完全にステイヤーなんですよね。あのステイヤーって追い切り全く走らないですから。そうなんですね。それと、はい、コンスタントにいい成績は残さないのがステイヤーなんで、ピンポイントでしかね、はい、だからそういうのとちょっとつながるのかなという感じがしますね。で、はい、ダービーはステイヤーが最近特にスロー で, そうです、ね、はい、決定力がないと絶対これもませんからね、うん、だからステイヤー の, あの主戦場では なくなってきてるのかなという気がしますね、はい、うん、ただまあ、あのコンスタントに毎年来るかっていうと、そうですね、はい、だそれを10年に1回見つける快感っていうのはありますけどね、はい。まあ、今回ね、これアーバンシックが該当してるんですが、まあ実はね、ここにいるんですけど、あの、北さんブラックがね、はい、このデータに該当してたんですよね。確かに。はい。皐月賞で5着以内ダービー負けてセントライト記念ということで。確かに。まあサンプル数はね、少ないんですけど、かなりね、データ的にはね、いいデータを持っているというふうになっています。で、2つ目がですね、まあもう何と言っても、ルメール騎手をとにかく変えた。間違いない。そうですね。間違いないです。これあの成績でもあのかなりあの出てますね。過去10年に限ってもですね、あのルメール騎手のあの菊花賞の成績3212と。はい。勝率がね 37.5%、連帯率が 62.5%、副賞率が 75% ありまして、あの単服回収率もねかなりいいと。まあ、やっぱ去年なんかね、まさに、ね、まさにね、形だったのでからね。そうですね。うまかったっすね、あれね。なんでまあ。今年はね、穴記者やからルメール本命することないないまずない。まあ去年は馬も強かったと思いますけどね、はい、ただあのあれでしょ、あの春の天皇賞もジャスティン・バレス で、ね、はい、うん、あれのあのジョッキーカメラをね、はい、見たんですけど、はい、あの今って京都の4コーナーのカーブがあのね、ちょっと優しくなったじゃないですか、はい、うん、だからアコであの一気に坂で勢いつけてそのままもう曲がってくるっていうか、はい、なんかそういう感じがあのジョッキーカメラでね、すごく一番こう迫力あったなと思って、このカーブしてくる と、はい、ところがだからあれ意外とスタンドに向かって走るみたいなね、それの怖さがあった、ね、だからあこでちょっと ね、 ね、あのスピードが緩むような感じがあったと思うんですけど、はい、ジャスティン・パレスの映像はなんかほとんどスピードが緩んでないような感じがして、はい、うわかっこええなとあのこの年に なって思いましたね、はい、うん、確かにあの、まあ、ジョッキーカメラね、ちょっとね話がねそれちゃうんですけど、あのジョッキーカメラ本当私たちファンにとってはかなり画期的なね、うん、画期的ですよね、いろんな、ね、あの
言葉もね、聞けたりするんで、ね、陣営との熱いやり取りだったり、ね、このレース前に声かけてる姿だったりっていうのは、本当ね、本当、うん、なんて言うんだろう。あんまりね、僕らすらもう届かない域ですから、そうそう、当然。検量室前まで。今結構スポーツで、なんか結構そのカメラとかマイク、ね、マイクとか、はい、あのやってるのはありますけど、はい、昔は結構ね、あのレース終わった後に動画が聞こえたりっていうのがあったんですけど、うん、あのジョッキーね、あれがついてるとなんかちょっと気を使うのかなと思ったりするんですけどね、個人的には発言をね。気を使いますが、うまく切ってくれると思いますよ。確かに。主催者が切ってくれると思います。とはいえね、もう本当、あれ、一番競馬にフィットしてますよね。そうですよね。はい。躍動感あって。うん、あたかもね、自分が乗ったような気にもなれますし。絶対乗れないんでね、僕ら、まあ。絶対にできないことを、ね、まあ、ああいうふうに見れるっていうのは、はい、いや、本当にどうなんかなと、僕らの年になると、そんなおもろないんちゃうかなと思いながら見てみたんですよ。はいはい、な意外と面白いなと 思いました、はい、僕。そんなに感動する方じゃないんですけど。はい、いつも冷めてらっしゃる。冷めてるというかね。感動してるやつ見たら、え、なんでこいつこんな感動しとんねやろと思うタイプなんで。感動してるやつ見て弾いてる人。弾いてる、弾いてる、弾いてる。で、自分の好きなことだけ集めて。そうおじさんなんか後半ちょっと若干愚痴っぽく言ってましたよね。なんかまあちょっとね、あの話がね、逸れてしまったんですけど、まあやっぱ皐月賞との、まあ、リンク性も高いですし、やっぱルメール騎手ということで、まあ、海馬はね、アーバンシックを本命にしているということです。うん、こうやってね、海馬の印、あの、出させていただいたんですが、あの、これ今出している印っていうのが、あの、週初めに出力された海馬の印になります。なのでですね、あの、動画公開時に、あの、サイトで見ることができる印との違いがあるかもしれません。海馬の印は、あの、週初めに一度出力されて、その後、あの、金曜日の朝に再出力されます。これはまあどういうことかっていうと、やっぱり枠順が発表されてとか、その当日の、まあ、調教だったりとか、いろいろありますので、まあ、そういったことがまた、加味されて金曜日の朝に出力されますので、まあ、今回ちょっとこのそのね海馬の印をそのままあの AI の印ですちょっとは出しにくいんで、うん、まあ、この後、まあ、発表する、まあ、タイム評価と合わせて私がこう AI をねこういろいろ混ぜて最後印を発表したいというふうに思います。それではですね、続いてあの近日リリース予定の新コンテンツ のタイム評価についてご紹介していきたいというふうに思います。タイム評価とはですね、あの走破タイムとタイムの出やすさから算出した走破タイムの真の価値をスコアで表したものと、まあ、数字が大きいほど評価が高くなっていますと、うん、おそらくこれ聞いてもですね、あの本当にちんぷんかんぷんかなというふうに思いますんで、あの、まあ、分かりやすく説明するとですね、あの東京芝の 2000m を2分で走った馬が2頭いたとします。で、1頭は、両馬場でタイムが出やすい日に記録したもので、うん、もう1頭が、不良馬場でタイムの出にくい日に記録したとします、はい。まあ、そうするとですね、まあ、あのタイム自体は2分で同じなんですけど、うん、やっぱそのタイムの価値自体は全然違う、うん、違いますね、ということになると思いますの でこの場合もちろんですね、あの不良馬場で記録したあの2分の方が価値が高いということなんで、まあ、そういった走破タイムのですね、真の価値をあのスコアで表したものにがタイム評価というふうになっています。うん、まあ、簡単に言うと、まあ、補正をかけてこうスコア化したといったものになります。うんうん、でこれ、開催上やの距離を問わず、あの均一に評価しているため、あの異なるレースの出走馬のタイムを比較することも可能と。うん、まあ、ただ、1点ですね、あのこれ、走破タイムの価値を評価しているものなので、あの必ずしもその馬の能力を表しているものではないということはね、そこはご了承いただければというふうに思います。うん、このね、新コンテンツのタイム評価で、今回はね、ちょっと、まあ、無理を言ってね、出してもらいました。おう、はい、菊花賞にね、出走する馬 の、うん、あの金5走のタイム評価を算出しましたと。はい、まあ、2種類ですね、金5走の平均と金5走の最大値のトップ5を紹介したいというふうに思います。まずはね、金5走の平均トップ5から紹介したいと思います。で、5走平均のトップ5がですね、1位が名将タバル、うん、で、2番手以下がコスモキュランダ、アーバンシック、湘南ラプンタ、アスクカムオンモアというふうになっていて、うん、これもどうですかね、まあ、おそらく、まあ、春のクラシックを戦ってきた馬がね、上位にいる中、うん、まあ、5番手のね、アスクカムオンモアがね、うん、この中に入ってるっていうのはね、まあ、なかなか面白いのかなといったところですね。意外でした。
なんか名称タブルはね、なんか想像できましたけど、ね、おそらくね、あの毎日杯のね、あのスコアが、ね、飛び抜けてるっていうのはね、あるんですよ。毎日杯はね、時々飛び抜けた時計の時があるんで、はい、シャフリーとかね、そうですね、あなたさんね。でもあのままね、その後ね、ダービー勝って、まだね、現役で戦ってますんで。月末、いや、月始めにはね、ブリーダーズカップまた。そうですね。はい。なんでね、まあ、そういったね、注目のレースがあったという中で、次にね、紹介するのが、キング5走の最大トップ5というふうになります。これ、1位がですね、コスモキュランダになっていて、まあ、2番手以下が、名将タバル、アスクカムオンモア、アーバンシック、ピースワンディックというふうになっていて、1位のコスモキュランダがですね、177で、これが3走前の皐月賞のものになります。はい、で、2番手が名将タバロの174、これが4走前の毎日杯ということなので、ま、あの名将タバロの、ね、毎日杯よく言われるんですが、タイム評価的には皐月賞のこのコスモキュランダの方が評価できるという数字になってます、ね。ジャスティン・ミラーのレコードでしたよね、はい、ね、やっぱ皐月賞ね、そろそろ激流で、はい、ね、時計早かったっていうところで評価されてるってことですかね。そうですね、はい。今3番手がね、あのアスクカモンモア、これが174、これが3走前のね、3歳以上1勝クラスと、一勝クラスが入ってくるんですね。はい。これ、まあ、時計だけで評価したってことになるんですか。そうです。はい。あのデータ結構集計すると、やはりあの上位クラスの方が平均ペース、平均勝ちタイムっていうのが早いんですよ。うん、なんで、この3歳以上の一勝クラスでここに入ってくるっていうのは、かなりタイム的には価値が高いというふうになっています。うんうん、はい、なるほど。はい。で、4番手がアーバンシックで、5番手がピースワンディックと。うん、ピースワンディックはね、あの前走の。アガノガトップですかね、うん、やはり評価されてるというふうになっています、うん、はい、うん、でも皐月賞のレベルがすごい高いっていうことですよ。そうですね、皐月賞はタイム的にかなり評価が高いっていう感じで、うん、これ本当それこそやっぱオモババとかだと開催も入ってるんですよ。開幕週は早いんで、それは補正かけて、はい、とかそういうのもいろいろかけてるんですよ、なんで正直私は名称を食べるのが一番早いのかなと思ったんですけど、うんうん、そのタイム評価出すとコスモキュランダの皐月賞がやっぱり、うん、っていうことだったんで、あれも相当なレースでしたよね。でもさ、皐月賞めっちゃ早かったもんな。まあ名称タバロが飛ばしたのもあるけど確かに。今回はね、海馬の印とこうタイム評価をもとに、私山がね、いろいろ枠順などもね、こう加味して印と加味発表したいと思います。 AI を駆使した印が、こうなります。はい、本命がアーバンシック、2番手がピースワンデュック、うんうんうん、アスクカムオモア、コスモキュランダ、名称タバルというふうにしました。海馬のね、印をっていう話だったんですけど、うん、やっぱりアーバンシックね、かなりいいデータありましたし、はい、まあ、枠もね、13番なので、まあ、そこまで一つじゃなかったので、うんうんうん、今回はこのアーバンシックを本命にしたいというふうに思います。で、まあ、2番手がね、ピースワンデュックと、ね。相当上がりましたね、これ、印は。はい、かなり、ね。あ、1個ですか。はい、1個上がりました、ね。でも上げましたね。やっぱりこのタイム評価でね、5走最大のトップ5でやっぱり入ってきてるので、うん、ここはもうピースワンデュックにしようかなというふうに思います。うん、で、3番手がアスクカムオンモアと。おこちらそうですね、タイム評価で5走平均のトップ5の、ね、5番目ですし、まあ、レース自体のね、この最大でも3番目ということだったので、あとやっぱ枠がね、はい、内目に入ったということもあってですね、うん、まあ、3番手まで上げました。うん、海馬のね、印でね、まあ、ヘデントロなど入ってたんですが、そうですよね、ちょっとね、見当たれないんですけど、外に入ったんだよね、はい。どうしようかなと思ったんですけど、これもちょっとね、うん、データ調べたんですけど、京都開催の過去8年に限るとですね、馬番15番以降で馬券に絡んだのは、はい、2頭だけなんです。2頭だけですか。はい、でこの2頭がですね、去年のドゥレッツァと、ドゥレッツァ、はい、2015のリアファルト。リアファル、はい、おー、ただこれ両方ともルメイデ騎手が乗ってるんですよ。ルメイデ、確かにそうですね、リアファルだ、はい、なんで、まあ、馬の実力はもちろんなんですけど、はい、まあ、ルメールジョッキーのね、手腕がかなり大きかったんじゃないかということで、ジョッキーってことですね、はい、なんで15番以降に関しては今回もうバッサリ切りました、ね、はい、はい、同感です。まあヘデントールは戸崎ジョッキーね、関東ではね、バリバリ乗ってるんですけど、ちょっと関西に来ると成績がね、うん、若干落ちるというところもありますので、まあ、ちょっと人気はなりそうなんですけど、ここは無印ということで、で4番手にコスモキュランダと
名称5番手で名称タバルということにしました、うんうん。まあ、この2頭ね枠的にもいいところに入りましたし、まあ、タイム評価見てもですね5走の最大では、まあ、1位コスモキュランダで2位名称タバルということなので、まあ、この辺のね5頭に印を打ちたいというふうに思います。じゃあ対抗 P30 区自分も実は本命で、はい、本当ね心強いなって今楽しみです。ありがとうございます。そうですね、あのね記者のねあの生の情報のね評価と AI のね評価がねこう混ざったっていうことなんで、普通にもうなんかいつもの倍買おうって思います。ありがとうございます。まあ今回あの外枠がダメだって話だったんですけど、あのエコロバルツなんかちょっと個人的に皆さんどう思ってるのかなと思ってるんですけど、うん、どうですかね。結構ね成績もいい中で、まあ三冠解禁で、はい、本当偉いっていうか分かんないですけど、本当ね朝日杯のすごい足もありますし、うん、能力はすごく高いと思います。ダービーの逃げも正直ね驚きましたけど、はい、あれだけ粘れたら本当十分かなと。ただそうですね、まあ、ここでまあ外枠入っちゃったなっていうところですかね、はい、自分はおそらく名称タワルが行ってその後ぐらいなのかなって勝手には思ってるんですけど、うん、そうですね。あとまあこっそり陣営の方から聞いたんですが、はい、正直3000は長いなるほどという話、はい、そこでまあ岩田康成ジョッキーがこう、ね、毎日結構つきっきりで乗って、うん、なんとか距離持たそうかなというか、まあ、意思疎通を図ってるのかなっていう試みをしてて、はい、まあ、そういうところは本当自分的には、うん、推し材料というかね応援したいですよね、うん、頑張ってほしいな、はい、とは思います。ありがとうございます。水谷記者このエコロバルツだったり、まあ、ストアクの馬で何か気になる馬とか。そうですね、エコロバルツは、まあ、朝日杯の時まではもう本当にマイラーなのかなと思ってたんですけど、確かに朝日杯出てましたね、すごい足で豊かさん乗って、ね、まあ皐月賞ダービーもそうですし秋のレースもね、うん、いやこの距離でねあれだけの レースできるんだという感じがしましたんで、マイラーではないですよね、うん、絶対。だから距離ちょっとね不思議な馬だなという印象があって、はい、うんうん、まあちょっと枠順的にはねちょっと外枠になってしまったところがあって、うんうん、知る人が回らなかったんですけど、まだちょっとこうつかみきれないなっていう、うん、絶対ダメとかそういうことは絶対言えない馬かなという感じはしますね、うんうん、そう気象の難しさがあってちょっと大味な競馬しかできないんですよね、うん、そうですね、はい、ケツから行くか前から行くか、はい、その間の、まあ、折り合いというところを、まあ、ずっとね陣営も課題に思ってずっとやってるんですが、うん、まあ、今回まだ3歳秋ってなるともうちょっと成長待ちかなという印象は受けております。ただジョッキーは怖いですよね確かにデルタブルースが2004年でしたっけ。あれも名騎乗ですよね。坂を一気に下ってきて、そうですね、そのままね、はい、勝ち切ったっていう、うん、ジョッキー的には一発の怖い馬かなっていう感じはしますよね。まあ、名称タバルがいって、まあ、距離が持てば2番手からスムーズに競馬してそのままっていうね、うんうん、そうですよね。でも今年の岩田ジョッキーの勝ちパターンが2番手から押し切り、はい、それこそね札幌記念ハウスブリッジ、そうですね、はい、思い起こされますよね個人的にはね、こう、外枠に入ったし切ろうかなと思ってたんですけど、なんかもう話を聞けば、どんどん点数が増えそうなんで、もうちょっとこの辺にしときます。自分も増えちゃうんで、やめます。全部印打たないといけない。正直、全部解説して。本当に分かんないです。本当に分かんないです。なんか10回やればね、なんか10回とも変わりそうなね。うん、はい。いや、もちろん変わると思いますよ。10回やって。同じ馬2回勝つかな。じゃあ解明に行きましょうか。はい、解明をよろしくお願いします。はい、AI の解明こうしました。はい、ちょっとね細かくなっちゃうんですけど、3連単フォーメーションにしました。まあ2パターンあります、うん、まあ、やっぱアーバンシック本命にしているので、はい、アーバンシックの1着固定で、まあ、2、3着に印の4頭っていうのと、うんうんうん、よし、アーバンシックを2着に置いて、まあ、1着と3着目に印の4頭を置く、うんうんうん、のと、あと3連複の1等軸流しですね、アーバンシックから印の4等に流した、うん、3連単フォーメーションが24点、3連複が6点、合計で30点を AI 相当でして推奨したいと思います。変数自体は変数ですか。でも3連単は、42点ですね。基本20丸から20丸頭固定の印打ったもので、ああなるほど、固定です、ね、印が基本的に、我が社は、はい、基本はですよ、はい、7頭なんです。はいはい、7頭。
まあ、今回特例で8頭売っちゃったんですけど、切り切れず8頭売っちゃったんですけど、はい、基本え売っても大丈夫なの？大丈夫。あ、大丈夫。え、はい、大丈夫。大丈夫。これは俺確認取りました。なるほど、うん、ごめんなさい、切り切りも切れませんでしたの8と。だから42点がマックスですかね。そうですね、個人的な買い目は、はい、うん、僕は168点ぐらいまで大丈夫なるほど、相手8と、はいはい、56×3 の168点までは一応いいということです、はい、マルチで今回の動画は以上です。山さん、今回はありがとうございました。ありがとうございました。2回目のサンスポーツバット競馬に出演されて、まあ、感想等いかがでしたでしょうか。おそらくこの今皆さんが見ている動画はすごくうまくつないでねやってくれてると思うんですけど、私すごいふわふわしてます。普段ねやってるのにちょっと待ってこれちょっとどっからだっけとかねいろいろやってたんで、普段結構聞かれる方がないんで、うん、やっぱね誰か人がいるっていうのはそうなんです、ちょっとやりにくさは、はい、ごめんなさい。いやいや全然です。普段一人でカメラに向かって喋ってることが多いんで、私もこんな YouTube 初出演ですし、はい、ね、MC なんて初めてでございますから、はい、ね、不慣れなところだと思って。いやいやいや、もうでもバッチリじゃないですか。もう次回からもう。次回次回あんまり分かんないし、まあね。いやね、当たったらまたやりたいですよね、はい、これね。はい。なんで、まあちょっとね、うん、私もふわふわしたんですけど、うん、まあ、今回ね、まあいろいろ動画撮らせていただいて、うん、まあ予想もね、聞かせていただいて、まあ AI はね、ちょっと解明も出してるんでね、うん、ちょっとしっかり的中させてですね、うん、こう、視聴者の皆さんにね、還元できればというふうに思ってますんで、うんうん、はい。スパイチャンネルもね、サンスポーツバット競馬もよろしくお願いします。ありがとうございました。今回のコラボは総合コラボとなっており、私と水谷記者はスパイア競馬チャンネルの動画に出演しております。そちらでは私と水谷記者が菊花賞を予想しています。ぜひそちらの動画もご覧ください。はい。まあ、動画はですね、同時刻のスパイア競馬チャンネルで公開されています。まあ、興味のある方はですね、動画の概要欄に記載している URL からのスパイアチャンネルの動画もぜひご覧ください。今回の動画を見て、スパイア競馬チャンネルに興味を持たれた方はぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いします。今回を機会にサンスポーツバット競馬とスパイア競馬チャンネルを見てくれれば嬉しいです。最後までありがとうございました。さよなら。さよなら。